飲食まであと1分半ぐらいになりましたね。はい、だいぶ暗くなってきました。かなり暗くなりましたね。気温も日食が始まる前の4度も低くなったんです。そうですね、はい、こんなに下がるんですね。そうですね、太陽の光ってやっぱ強いですね。はい、空を見ますとなんかちょっと雲が多くなった気がするんですが、そうですね、ちょっとやっぱり気温が下がったせいで日食の雲が発生することがあるんですが、まあ、ちょっと発生しているようですね。なるほど、これ日食の影響で雲が発生しているんですか。我々日食雲と呼ぶことがあるんですけどね。はい、さあもう今カウントダウンを皆さん聞いて一生懸命シャッターチャンスを待っております。はい、本当に暗くなってまいりました。はい、さあそろそろ会期になります。はい、ダイヤモンドリングですね。おおおお、ちょうどあの太陽のコロナが今見えてますね。はい、太陽のコロナの少し左側ですかね、あの星が見えると思うんですよ。星、はい、あれが水星、水星、水星ですね。コロナが本当に綺麗ですね。皆さんのシャッター音聞こえてますかね。ものすごいシャッターの音が聞こえています。星がね、今見えてるんじゃないかと思います。はい、あ、太陽のちょっと真下の左側ぐらいですかね。水星ですね。はい、あれ水星なんですね。はいはい、でちょっと画面には入りませんけれどね、金星とあの大犬座のシリウスという冬の星も見えてますね。どちらでしょうか。そうですね、ちょうど船の向かってる側になりますね。はい、太陽から見る と、 ちょっと下の方ですね。右側の方の下ですかね。はい、これが金星じゃないかと思いますね。どちらでしょうか。はい、この画面の左下にある星が今画面では映ってますね。小っちゃく見えますね。はい、はい、あ、今ちょうど飛行機が通ってますね。そうですね、いやー、昼間なのに星が見えるんですね。渡辺さん、はい、コロナが、そうですね、素晴らしいコロナですね。はい、あのちょうどあのコロナというのの、その東西に少し長く伸びて、この画面でいうと、はい、右下から、あ、右上から左下にかけてちょっと細長いんですが、はい、なんか楕円のように輝いていますね。これはあのちょうど太陽の活動が今極小期、あの一番ですね、はい、あの活動が弱い時期であるためにですね、こういうコロナの形に なりがちなんですね。あの太陽の活動が活発だと全体に広がってしまうことが多いんですね。はい、ということは今こういう形でコロナが見えるのも、まさにこの時期というか、そうなんですね、今しか見られない状況なんですね。はい、太陽の活動が穏やかな時期ですね。渡辺さん、水平線の色も本当に綺麗、はい、そうですね、夕焼けみたいになってますよ。ちょうどその、まあ、周囲360度ほぼ均等に今ですね、はい、オレンジ色になってますね。これなんでですか。あのここがちょうど月の
影の真下になりますから、はい、その100キロほど向こう側はあの太陽の光が当たってるわけですね。そうすると夕焼けの太陽が赤くなるのと同じ原理で、そこの光が赤くなって見えるんですね。このように今あのテレビの画面では360度の水平線の様子を見ていただいてますけども、はい、現場にいますと本当にこう周りがオレンジ色の輪っかで、上を見るとさらにまたオレンジ色の輪っかがあるという不思議な空間になってます。もうこればっかりは言葉で言い尽くせないものですね。美しさですね。うわ、こんな風になるんですね。今あの船内のアナウンスで、はい、オリオン座が見えるというあったんですけども、オリオン座といえば冬の星じゃないですか。はい、あの冬の星座 の, あのベテルギウスだけはちょっと肉眼ではギリギリ見えてるんですが、はい、星座全体はやっぱり見えないですね。あの一等星がちょうどギリギリ見えるかどうかなんですね。でも冬の星が皆既日食ですと昼間に見えるんですね。そうなんです。今皆既日食起こる時期が夏ですのでね、はい、あの冬の星座が見えてくるということになります。うわ、太陽が出てる時って昼間は冬の星座で溢れてたんですね。本当に綺麗に星が見えてますね。そうですね。これは金星でしょうかね、はい、こんなに明るいんですね星。皆既日食が終わるまで1分15秒というアナウンスが聞こえました、はい、今ね東と西の空の明るさを比べていただくとね、西側がちょっと明るくなっているのが分かると思うんですけどね、東側は少し暗めになってます。もうあと1分を切ったので、はい、お客さんがそうですね、シャッターをもう最後のチャンスをバチ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 言わせながら撮影してます、はい、だん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 月の影がこう移動していって我々を通り越して東側に抜けていくもんですから、東の地平線の方が暗くなって西側が明るくなりました。だいぶ明るくなりましたね。でもうすぐあの第三接触、はい、ダイヤモンドリングが見えるんです。見えます。はい、ちゃうんですか。あ、本当だ。え、おー、光った。拍手が起きてます。うわ、見える。